はい、皆さんこんにちは。サンシャインの色塗り失敗しました。見えかな、見えねえかな。ボツ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 、すごいあれだな。点々すごい、もうダラダラ垂れですし、見えっかなこれ。でももういいや、この状態で。なぜなら俺には腕がないっつうので。やめるわ。ここなんか色がちょっとハゲてたからさ、余ってるスプレーで塗ってみたのよ。この時逆に失敗したわ。サンシャイン L1265 で、このコンバインお別れです。もう出すことにしました。なんでかっていうと、やっぱりここのね、作業場をさ、この作業場を冬前にね、いくらかでも片付けたいなって思っています。っつうか、もう使わねえからさ、もう取っててもしょうがねえんだよな。少しでも価値のあるうちに話す、それがこのコンバインにもいいかなって。今から雨ざらしにしてさ、外に置いてさ、来年片付けるより、もう今のこの立派な状況、立派っつうか、まだね、そんな錆とかねえ状態で話すことにしました。うちの人にも、なんかうちの人の方がこう、なんていうのかな、農家に対する未練っていうのがあるのかな。俺はもう何もねえんだけど、俺はほら、自分の体が思いっきりひどいから、もうそんなね、できるできねえって言ってる感覚でねえからねは。うん、そういうことだから。でもね、まあ今度田んぼの件も全部決まったからさ、は今回で終わりです。どうも本当にお世話になった。この機会に、素晴らしい機会でした。さようなら301です。どうもご視聴ありがとうございました。